金通るきび軍は朝鮮民主主義人民、共和国領行動に属する軍。金通るきびは、金日清の父。旧名は、交渉軍。王力港に面しており、北の対岸は中華人民共和国吉林省である。軍南端の最高峰、貴職峰をはじめとする山々が連なり、 平均標高が1000メートル近い山岳地帯であり、農地は少なく、林業と木材加工業が主産業となっている。両行動の最西端にあり、東隣に金正都市軍がある。西と南は自行動で中江軍、和坪郡、狼林軍と接する。かつての交渉軍は、現在の自行道つ坪軍を含み、平安北道の最東端に位置していた。 1988年、金日清の家計の検証のために、金遠るキビ軍に解消。2003年10月、金トるきび軍発つぼ有体岸の応力鉱岩で、脱北者56人の遺体が発見される。長次郎朝鮮族自治県八度港発出所によって、作成された公文書によると、10月3日午前7時に、住民の通報を受け53体を収容したのに、 続き、翌日4日未明、さらに3体の死体が発見された。公文書には、検視の結果、死亡者は皆北朝鮮住民であり、56人全員が銃殺されたことが分かった。中国の国境を不法に超えようとした過程で、北朝鮮の国境警備隊の銃撃を受けたとみられる、と書かれていた。死亡者は、男性36人、女性20人で、男児5人、 女児二人の子供が含まれていた。カーティス・メルビン氏が運営するインターネットサイトノースコリア・エコノミー・ウォッチを通じて2009年9月に公開された。中国のポータルサイト貿易にあった文書を掲載したものとみられる。米国のウォール・ストリート・ジャーナルも2006年10月に同じ内容を報じていたが、中国当局の報告書は引用しなかった。2004年9月、 金通る機微群内で大規模な爆発がありきの子雲が観測されたとのニュースが伝えられ、核実験、事故、反体制派による何らかの事件などの憶測が流れたが、北朝鮮当局は水力発電所建設のために山を爆破したものと発表した。この不死の出展現在の中心地は、9、高昇有1有6労働者区、九里を管轄する。 ありがとうございます。